こういう、火を宿した、霊長類ということなの でその英知も宿してますっていうか、それが、ヒトカモサピエンスという意味です。だからそれを日本語でも英語でも本当にそのあんたらが、あんたが一番偉いねんでっていう意味なんですよ。あんたが創造主やでっていう意味なのに、学習すると何か作られたものがあって、そして作られたものの下で何かをしなきゃいけないっていうふうな洗脳をちっちゃい頃からずっとされるわけですよ。こうしなさい、ああしなさい、それやっちゃダメみたいな、ね、学校行っても、良い高校行って、良い大学行って、良い会社って、良い会社って何やねんみたいな話ですよ。 何の基準やいう話でしょ。自分がいいと思うところが良い会社なのに、社会的に良い会社って何ですかみたいな、その社会の形態が変わったら悪い会社になるかもしれないですからね。良いなんか良いという発想なんかする存在しないということですね。一人一人にとって善は違うし悪も違うのでということですね。だからそういう意味で、我々こういった達人を目指すっていうのは、なんかこう技かけれてすげえとかじゃなくて、まさに創造主の位置に戻るということをこの水発線を通じてやりましょうということなんです。で、発線コースの場合はちょっとテクニカルなことね、昨日もね、引き込んで、腕ひしぎとかやりましたけども、テクニカルなことをやりますけども、達人コースではどっちかというと本質的なこと、エッセンスですね。で、やりたいことはエッセンスオブエボリューションです。エッセンスオブエボリューション、これが私の師匠総統制老師の提案なんです。進化の本質をつかみなさいと。進化の本質をつかめ、それが武術であるということです。要するに誰かの模倣をすることはそれ武術ではないと。それ武道か格闘技でしょうと。進化のあなたが進化の本質になるんですよということを、言っています。で、総統制老師、一番初めに会ったのが、1996年です。で、神村先生に会ったのが1993年の末やったかな。で、総統制老師に会わせてもらいました。で、総統制老師に会って、いきなりある本、こんな分厚い、ファイルを見せてもらったんですよ。もう4文字熟語みたいな漢字がブワーッと書いてあって、あと写真がついてあって、先生何ですかって言ったら、これが世に出たら、この世界の全ての心理学および運動科学が全部変容するって言ってます。なので出せない、まだ出せない。で、それは、まあ、ちょっとこの間も話したけど、手を伸ばすっていうこの行為に対して聖剣好きって名前を付けたりとか、ジャブっていう名前を付けたりとか、ね、刻み打ちっていう名前を付けたりとか、いろんな名前を付けてるわけです。でもこれ単なる筋肉の伸縮運動じゃんっていうのが祖先生の発想です。なのでそこにいろんな流派の名前を付けるなと。それによって本質が見えなくなってるだろうと、ね、一つの運動を見てそれは合気道ですねとか柔道ですねとか言わないでくださいと。それはただの転がっただけ、ただエネルギーが伝わっただけ、そういうことですよと。なんかの、人間がどっかのおっさんが作ったカテゴリーにはめるなと、本質にから見ましょうっていうことをずっと言ってます。なので、太極拳、形意拳、八卦掌の伝承者でありながら達人でありながら、なんていうか言ったら、太極拳そんなもんただの流体だって言われて終わるんですよ。流体って何ですか。流れる体ああ、はいみたいな、先生余計分かりにくくなってる感じかみたいな。で、軽減は何ですか。軽減は相対運動だ。相対って何ですか。体が総合的に動く。いや先生それもっと分かりにくいですけど、八卦掌は何だ。八卦掌は螺旋運動だ。スパイラルだ。だからもうこれもスパイラル、ね、ものを掴むことは全てスパイラルを使っている。そしてこの宇宙もスパイラル、ね、ヘリカルモデルで地球も宇宙も回ってこのスパイラルで、 DNA も螺旋構造、スパイラル、それが本質なんだ。これが命の本質であり、全ての本質だと。その本質には三要あると。それはウェーブと直線とスパイラル、これを体で体現しようとしているのが太極拳、経験、八卦掌なんだ。